LED の改修とかをまあやってると、その中でこう変わったところをみんなに見せるっていうと、それまではですね、あのなんかな紙ベースのもともとこれがついてました、でこういうふうな形にしましたっていうふうな形でしかちょっとこう皆さんに提案ができてなかったんですよね。こういうのをもうちょっとこう分かりやすくお客さんにこう伝えるんだったら映像とかの方がいいんじゃないかっていう話になった時に、あのカウテレビジョンさんの方でお願いをできないかっていう話になったんですね、うん、その時にあのうちの社長と高橋社長があの喋って、高橋さんのその人柄に惚れてじゃないですけど、もうするんだったらカウテレビジョンさんでやろうっていう意気投合してたみたいでですね、実際のところうちの会社自体の、まあ、目指しているところっていうのが売上をただ上げればいいとか、あの自分たちさえ良ければいいっていう考えじゃなくて、あのうちの会社の仕事を通じて人を成長させようっていう会社なんですよね。やっぱそういうところをしっかりこう出せてるし、初めてのお客さんとかはそういうのを見て、ああなるほどな、こういうことをやってる会社なんだなっていうのはすごくこう分かりやすくあの制作してもらったんで、どういったことをうちの会社がやってるのかっていうのは映像の方がもう絶対に分かりやすくて、提案のところに関してはあれを見せると大体、あこういうふうに進められてるんですねって、あのお客さんも分かるような感じになってるんで、あの新規のお客さんのところとかにはあれを持ってって見せたりとかはやっぱりしてるんですよね。こちらが言ってる話じゃなくて、あのお客さんが言ってる声を聞けるんで、そこら辺はすごくあの信用してもらえるっていうんですかね。メールの方とかにも僕たちのところこうあのインターネットテレビの取材を受けましたみたいなのをこう載せてるんですけど、おたくこんなこともできるのということで、あの話が来たっていうのもなんか 2,3 件は聞いてます。新規のお客さんじゃなくて既存のお客さんの掘り起こしってところとかでも結構あの使われてる、見てもらってるなっていうのは、新規のお客さんにしてもあのちょっとこうリニューアルしたいなっていうお客さんとか、省エネのリニューアルしたいなとかいうお客さんが、うちがじゃあどんなことができるのかっていうのを見るときに、カウテレビジョンさんがこう取材してくれてるやつだから、あのユーザーさん目線であれも撮ってもらってるんで、そういうところをこう見てもらったらお客さんは結構安心して、 あんたたちが言うだけじゃないねと、他の人も言ってるし、こういった取材でもされてるから大丈夫じゃないかって言って安心してもらって、まあ、うちの方に声かけてもらうっていうパターンも結構ありますね。で初めじゃあ自分たちでビデオ持っててね、撮ってるんだけどそれ載せるかとかいう話になったけど、それはちょっとあんまりやろって言って、できんかったらどげんするんですかみたいな話になって、それやったら、うん、高社長のところあそこに頼むかっていう話で、やっぱ映像で見るのが一番分かりやすいと思うね。で、あのあれを作ってちょっと変わったのが、うちの会社の中でもあの誰が何をやってるのか分からんとは言わんけど、こうなかなかそのみんなで見に行く機会とかがなかったんですよね。それをこうなんかこうああいう風な映像になった時に、みんな見ますよね、あれで社長がどういうことを言うのか見ろっていうのもあって、そうしたら社員が自分のところのホームページのあれを見、あの映像を見ることによって、自分たちに自覚もやっぱりつくし、社長はこんな風に考えとけん、私たちも恥ずかしい行動しちゃいかんねんっていうのもやっぱり思ったりとか、お客さんの声をなかなか聞きに行くっていうのは、営業はできても業務の内勤の子たちとか経理とか、あの物流の配達の子たちとかはできんけど、あれで結構ね、あこんな風に僕たちが運んだりとかしてたのはこんな風に生きてるんだなっていう、なんかこう社員のプライドみたいなやつも、僕はあれでだいぶこうやっぱモテるようになったなっていうのはすごくねあったんで、それはすごくプラスだったなと。ユーザー捕まえてくるあのツールとしてもいいのかもしれんけど、社員に自覚を持たしたりとか、そのプライドを持たしたりとか、他の人が何をやってるのかをこう見るとか、やっぱそういうアイテムとしてもすごく良かったんじゃないかなと。これが例えば10年前
で今から10年後見ても多分うちの会社がやってることっていうのは変わらないと思うんですよね。会社の考える思いだったりとか、あの会社がどういうところを目指してやってるのかっていうのは、その売ってる商品とかは変わってくるかもしれないんですけど、あの全然色褪せることなく使えるなっていうのは、僕たちのだからこう気持ち的なところとかそういうところはしっかりこうあの拾ってもらって作ってもらってるなっていうのはすごく感じてます。